今年も神輿の祭典を盛り上げようと船橋からやってまいりました聴衆会です。聴衆会は船橋を拠点に地域活性と世代間交流を目的とし、子どもたちは林太鼓、青少年代はおみこし、次世代への橋渡し役としてお祭りは楽しく、スマイル消臭を合言葉に男女和気あいあいと楽しく活動し、みこしを担いでいます。沿道観衆の皆さん、一緒に消臭会のみこしを担ぎましょう。そして一緒に楽しみましょう。どうぞ皆さん一緒にソイヤー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 の掛け声をお願いいたします。続いて入ってまいりますのは総巡回元嫁みこし保存会の皆さんです。私たちは寒河江市発祥の地元嫁地区で活動しているみこし会です。当会のみこしは光に映える金色屋根が特徴の江戸前みこし。みこし会発足20年を迎えます。今年も多くの友好団体の皆さんが応援に駆けつけてくれました。お隣宮城県からは奥州涌谷みこし会の皆さん、船岡彩龍会の皆さん、関東の群馬県から花龍会の皆さんが当会の会員ともども元気で威勢のいい粋な塗料を皆様方にお見せします。ほとばしる汗と熱気にご声援をよろしくお願いいたします。みこし会員募集中、待ってるぜ。バイ総巡回会員一同ということでコメントいただいてます。どうぞ皆さん総巡回元嫁みこし保存会の粋な担ぎご覧ください。